今夜のお洗濯情報をお伝えします。今日は上空寒気を伴った低気圧、前線の通過に伴い北日本では変わりやすい空となりました。この後も北海道や東北ところどころで雨の降る地域がありそうです。夜間の降水予想を見ていきますと、東北の日本海側、こちらでは湿った空気の影響でまた雨雲が発生する可能性があります。一方で関東から西日本にかけてはこの後も穏やかな空が続くところが多そうです。ではお洗濯アイコンで見ていきましょう。関東から西日本では夜間の外干しも大丈夫そうです。一方で北日本方面、札幌では雨が心配のアイコンがついていますね。雨に濡らしたくないという方はこちら北日本では部屋干しの方が安心です。南西諸島も梅雨空、あいにくの空が続きますので、お部屋で乾かすようにしてください。今日の夜のお洗濯情報をお伝えしました。